お、なんだこれ。どうしてモンスターがコロニーに。何があったんだ。あら、遅かったじゃない。し、死生観。ゆずりはちゃん、私ね、ずっと待ってたのよ。遊びすぎてたるんでたりしない？人生はメリハリよ。わかるでしょ、ゆずりはちゃん。何が目的だ。いやだわ、ウロボロスちゃんは血の気が多いのね。今あなたたちと戦うわけないじゃない。は？じゃあ何しに来たんだよ。怖いわね。私はゆずりはちゃんに会いに来たの。そんなもんを信用しろっていうのか。別にあなたたちにどう思われようと構わないけれど、一つ言えることがあるとすれば、このモンスターどもを始末したのは私よ。何？それは確かだ。失政官がいなかったら俺たちは死んでいたかもしれない。くそ、俺がヘマしてなけりゃ。その怪我。すまね、油断していてモンスターにやられたんだ。こう見えて仕事熱心なタイプなの。今までもずっと見守っていたわ。ゆずりはちゃんが戻ってきたから、そっちのお仕事もしないとね。命の日時計が壊されたのに何も言わないのか。壊したのはあなたたちでしょ。何か言ってほしいわけ。だいたいそんなこと前から知っていたわよ。でもそんなの些細な問題じゃない。些細？ええ、そうよ。日時計を壊すのを選んだのはタウのみんなでしょ。私がどうこう言うことはないわよ。私はね、自主性を重んじるタイプなの。わけわかんねえこと言いやがって。さ、ゆずりはちゃん、先に行っててちょうだいね。私は大丈夫です。いいの？ノア。ゆずりはが大丈夫だって言ったんだ。その言葉を信じよう。偉いわね。そういうところ嫌いじゃないわよ。ああ、そうだわ、あなたたちにお仕事をお願いしようかしら。仕事だ。アスヒモグサを取ってきてほしいの。なんだよそれ、そんなの何に使うんだ。邪魔なものを取り除かないと次の生活がしにくいでしょ。処分するのにも準備が必要で、アスヒモグサが不可欠なの。それなら確か黄色の森にあります。あら、好都合ね。ここから近いじゃない。まあ近いっちゃ近いですが。じゃあお願いね。怪しむのはわかるんだが、こいつが邪魔ってのは確かでな。すまねえが力を貸してくれ。ああ、わかった。こんなものかな。ああ、いいんじゃねえか。モンスターを処分するってどう使うんだろう。さあ皆さん、ゆずりは大丈夫だった？はい、私もコロニーも何もされていません。ねえゆずりは、あの失政官はいつもああいう感じなの？そうですね、あまり記憶にありません。捨てられていたって言ってたよね。はい、失政官がコロニーに来るのは稀で、顔を見せることはありましたが、会話をした記憶はほとんどありません。じゃあ
どうして今頃になってきたんだ。さっさと話しつけてぶっ飛ばすのがいいんじゃないか。けれどあの人からは暴力的な気配を感じないというか。気が抜ける喋り方しやがるのは分かったけどよ。だが失政官は失政官だ。甘く見ていると痛い目に遭うぞ。そうだな。ただ戦うにしてもコロニー内では無理だ。うん、コロニータウンの人たちに何をするか分からないから。ひとまず早めに戻ろう。これだけあれば十分か。さすがウロボロスちゃん、仕事が早いわね。んで、どう使うんだ。これをすりつぶして焚き火に放り込んであげるの。素敵な香りがするらしいわ。匂いにつられるのよね。ほら、あなた手伝いなさい。え、あ、はい。ったく、何なんだよ。匂いにつられるか。何？どうしたの？あ、いや。ちょっと、まあ、森の中で虫が多いから嫌なのよね。はあ。まあでも、煙を嫌がるって聞きますし。虫で一番嫌いなのは足が多いやつね。あなたは？そうですね。見慣れたもんで、嫌いってのは特に。あらそう。こういうとこってやることがなくなりがちよね。ええ、まあ自分らは慣れてますけど。それはそうでしょ。あなた何言ってんのよ。はあ、すみません。さっきもらった花を放り込みなさい。それで準備完了よ。どちらに行かれるんです？ウロボロスの力を見せてもらおうと思っているの。焚き火から立ち込める煙はまるで海鮮ののろしね。は？それはどういう？やばいぞ！また奴らが来やがった！頑張らないといけないわね。よりまともな性を享受するために。なんだ、このモンスター。わからん！いきなりこっちに向かってきて。森では見ないモンスターです。どうしてこんなところに。やはり奴が。考えてても仕方ねえ。全部ぶっ飛ばすぞ。倒しても倒してもキリがねえな。口を動かす前にやることがあるだろう。分かってるよ。だけど愚痴りたくもなるぜ。ねえ、ゆずりはちゃん、私の目的はね、コロニータウの子たちが頑張るところを見ることなのよ。は？それで胸に打ちひしがれて苦しんでもだえて、そうして死んでいってほしいの。その時に見せる顔が、私はとてもとても好きなの。死生観、何を。死の間際は人が積み重ねてきた全てが崩れ去る。耐え難い屈辱だわ。でも死の間際は人が最も美しく輝く瞬間だわ。死にたくないという思いが去来して、まだ生きたいともがくの。生まれたての子じゃダメなの。苦しみが顔に出ないわ。時間を積み重ねるからこそ、慟哭も
遠さも苦悶の顔も輝くの、熟成されてこそでしょう。こっちにも来てるよ。次から次へと。ほら、ゆずりはちゃん、頑張って抗ってちょうだい。売れてくれないと食べ応えがないものね。クソ、老栄がやられた。誰か見てやってくれ。畜生、何だってんだ。俺たちはこんなところで死ぬってのか。落ち着いてください。正気を失ったわけではありません。モンスターの数は減ってきています。倒しきれない相手ではない。このまま押し返します。ああ、ウロボロスの強さは少し想定外だけれど、こうして恐怖や絶望を見られたのだから、感謝しなくちゃいけないわよね。命の日時計から解放された安心感をぶっ壊される気分はいかが。頑張らないとモンスターはどんどん来ちゃうわよ。あの煙だ。火を消して煙を止めるんだ。あら、行動がちょっと遅いわね。怪しんではいたが、ここまであからさまのことをするとはな。あの花はすりつぶして火を起こすと、とあるモンスターを活発にする香りを発するの。モンスターを取り除くってのは嘘だったのかよ。私は邪魔なものを処分すると言ったのよ。モンスターなんて口にしてないわ。イズリハちゃん以外の全部新しいのにしようと思って。ごちゃごちゃわけのわかんねえこと言いやがって。モンスターに食べられるところを見ようと思っていたけれど、あなたたちの頑張りでまた無駄になっちゃいそうね。まただと言わなかったかしら。前にあなたたちウロボロスが邪魔をしたでしょ。成人を迎えそうな子を間引きするつもりだったのに。あの時のモンスター。そうそう、それよそれ。あなたたちが出会った日に現れたあのモンスター。あれは私が連れてきたのよ。噛み殺してコロニーに放れば、ゆずりはちゃんびっくりすると思ったのに。どうして、どうしてそんなことをするんです。あなたは真面目で美しいけれど、とてつもな小バカさんね。死を肯定的に受け入れていたコロニータウンをどうするか考えた結果なの。目の前で引きちぎられたりすれば驚くと思ったから、モンスターをけしかけたんだけれど。信じられない。命の日時計から解放されて生きられると分かった途端、こうして死に怯え、今のように苦しむようになった。ウロボロスちゃんもいい仕事してくれるわね。そうよ、その顔を見られるのは何にも代えがたい喜びだわ。待って、それでも待って、ようやくその顔を見られた。最高の瞬間ね。熟していればこその顔、なくして死なせはしないわ。ろくなことをしないな。お前たちは人の命をもてあそんで何が面白いんだ。きな子ほど意地悪したくなっちゃうの。そういうことってあるでしょ。さあ、おしゃべりはおしまい。私が憎いなら、この子たちを倒してからかかってきなさいね。
ダッシュアウト。これでどう？ハッピーダウンドラッグ。そいつはさせねえよ。ランス、気合が入ってるな。リメイン。ダウンドヒーリング。引きつけられねえ。スラッグはこのまま攻撃を続ける。激怒。破る。スタンド。ラッシュ。暗いのだ。ブレッシングレイン。強くなってる。こんなものじゃない。これがウロボロス。やってやろうぜ。高まってきた。ここで決めよう。暗いやんか。スイング。おぼろか。ハンバーグだ。危なげない。つけられねえ。セナ、あら、本当に全部倒しちゃったの？タフね。今までのように何もせずコロニーから距離を置いてくれれば無理に攻めたりはしません。何もせず？呆れちゃうほどいい子ね。私は仕事熱心だって言ったでしょ。そもそもどうして戦闘もなく命の火もろくに集められないこの場所で成人を迎えた子が少ないと思う？命の火の剣が常に尽きかけの状況とはいえ、攻め込まれる心配もないのにどうしてだと思う？それは、あなたたちはおバカさんだから気づかなかったのかもしれないけれど、私がそうならないように間引きしていたからよ。どこまで腐ってやがるんだてめえ。成人に近い子たちが死ぬように風習を根付かせたのも、モンスターを向かわせたりしたのも、コロニーが潰れない程度に人が減った後で人員を送ったのも、あなたたちの命の火が尽きないよう倒せる程度のモンスターを置いたのも、こんな瞬間を見届けるために私が必死に考えてやったことなのよ。あなたという人は大変な労力と時間を要したけれど、あなたのようなこと出会えてよかった。怒った顔も素敵よ。私を殺したいと思えたらなおいいわね。苦悶の表情に変えてあげる。めちゃくちゃにしたいわ。コロニータウンのみんなは必死に今を生きてるんだ。これ以上お前の勝手を放っておくわけにはいかない。そうね、そうよね、許しちゃいけないわ。さあもう少しだけ頑張りなさい。私を殺せなきゃ。あなたたちの目の前でコロニータウンの子をバラバラにしちゃう。失政官、あなたを解雇します。これが俺の力だ。やってみせる。こみ出さないよ。行かない。物理エーテル、このタイミングで確実に仕留めます。皆さん、ここで終わらせる。くらえ。引かない。私の道は誰にも阻ませない。これでどうだ。このタイミングで避けられるか。このタイミングで確実に仕留めます。待ってろ。
今回復する。みなさん行くぞ。さあみんな行くよ。この一矢が敵を打ち払う。くらえ。やあ。これでどうだ。このタイミングで。くらえ。はあ。やってみせる。の後ならユーニ、いけるか。もっと戦えるでいくよ。止められると思うな。すっごく燃えてる。私の道は行かせないよ。誰にも阻ませない。虚飾にまみれたその言葉、もう聞きたくありません。固定して。畳みかけるぞ。戦術の真髄を見せない。逃げ場はないぞ。ここで決める。大爆発。さあ踊りましょう。この舞台でまだだ。ここからは遊びじゃ済まないから。ちょっくら頭を使ってみるか。やった。まずは俺が身を尽くして押し切る。契約を果たします。ダメ押しの。やあ。いい考えがあるぜ。この戦法で攻めるべき。普通の弓をお見せします。勝利の道筋を作ります。続けていくぜ。とどめの一撃。いい。敵を打ち倒すまで油断はなりません。確実に仕留めます。ちょっくら頭を使ってみるか。おっ、やってやる。勝利の道筋を作ります。慌てよう。待ちくたびれたぜ。終わりだと思ったか。見たかったの。でも
一人じゃ死んであげない。あなたの大切な人を殺していくわ。殺された仲間を思って救えなかった後悔と己の弱さにうぜひしかれて、やり場のない怒りを死んだ私にぶつけるの。とてもとても素敵な顔になるわ。イカれてやがんなこいつ。僕たちは勝ったんだ。付き合う必要はない。私たちは譲り派。私たちは生きようと誓ったのです。だから死生観の凶楽にお付き合いすることはできません。あなたそういう顔もできるのね。私の選択は間違っていなかったのでしょうか。そうだな。正しいかどうかを探すのも生きるってことなのかもな。そうですよね。何度も何度もすまねえな。あんたらには助けられてばっかりだ。水くせえこと言うなよ。仲間なんだから。ランツの言う通りだ。俺たちは仲間じゃないか。譲り派？生きるのって大変なことですね。死ぬことを待つのをやめて自由と生をもらいましたが、どうにも難しいです。死生観が言ったように、ただ死を待つだけの方が幾分楽でした。そうだね。簡単なことじゃない。何もしないで諦めるよかマシだろ。そうかもしれませんね。生きていくのは大変ですが、もう少し頑張ろうと思います。なんだよもう少しって。ギリギリまで頑張れよ。そうですね。失政官がいなくても自分たちがやることは変わりませんから。そうだな。ひとまず作物の収穫をせにゃならん。ええ、そうですね。今は自分たちのことを考えるので精一杯です。もしまた辛いことがあっても協力するからさ。はい、よろしくお願いします。